オフィスシオン FM しきたりアカデミー。オフィスシオン FM しきたりアカデミーでは、家族葬専門葬儀社オフィスシオンがしきたりや葬にまつわる慣習やマナーをご紹介いたします。今回のシリーズは家族葬の現場からです。オフィスシオンで働いている女性スタッフが仕事を通じて日々感じたことをブログに書いています。その中から毎日1話ずつご紹介していきます。本日は2011年10月5日のブログより、松子の水。松子の水という亡くなった方の唇にお水を湿らせてあげる儀式があります。割り箸に脱脂綿やガーゼを巻いたものや新しい筆など、また枕元に荘厳されてある敷身の葉を1枚ちぎったりもします。敷身の葉でお水をすくい、1滴2滴唇を湿らせます。お亡くなりになった直後や納棺前や出棺前に行われることが多いですね。もし私の家族の時にはしていなかったのではと思われる方、心配しないでください。お別れの時に一輪でもお花をお入れされたと思うんですが、その手向けたお花もお水代わりになるんですよ。またお葬式は地域によったり、その方の気持ちによっていろんなことの作法が変わってくることが多いものです。今回私のアドバイスでお水の代わりにコーヒーをご提案したんです。お水でなくご家族の方の気持ちを優先して、お酒やビールやコーヒーなどで湿らせることがあります。奥様は枕元にコーヒーを毎朝お供えされておられました。ある日はスターバックスの一番大きな紙コップのコーヒーを買ってこられていました。そしてご主人は治療の一つに胃ろうを口から食べ物や飲み物を取らず、お腹に管を通して栄養を取るものをされておられたので、ビールもお酒も何もいらんからコーヒーが飲みたい、よくこうおっしゃられていたようです。そんなお話も聞いていたので、松子の水をコーヒーでさせていただいたんですが、親戚さんの中に松子の水は普通水でしょうと言われたようです。奥様に辛い思いをさせてしまったようです。大勢おられる方の気持ちと一致できなかったことに、今回残念なことになってしまったような気がして仕方ありません。もっと気持ちを一つに協力していただけるよう精進していきたいです。本日の内容はオフィスシオンホームページでもご覧いただくことができます。そして今回オフィスシオンの寺尾社長監修、漫画で丸わかり初めてのお葬式をプレゼントいたします。難しい、分かりにくいと思われがちなお葬式について、事前に知っておくこと、葬儀者を決めるまで、当日を迎えてなど、漫画で分かりやすく紹介しています。また皆様からの質問やご意見、ご感想を募集しています。本をご希望の方、そしてご質問等は住所氏名をお書きの上、メールでは info@nara.fm、 ファックス番号は074224-8422、 郵便では郵便番号 630-8334、 奈良市西野信也町43番地、奈良ドット FM オフィスシオンの係まで。お問い合わせは074224-8415、奈良ドット FM へ。オフィスシオン FM しきたりアカデミー、家族葬専門葬儀社オフィスシオンがお送りいたしました。